よくある質問1よくある。はい、一個目、財務省の言いなり論っあります。<laughs> あの <laughs> 赤岩なんですかね。ぜひ財政均衡主義の財務省の言いなりではない。 日本の若い人たちが将来に希望が持てるような経済政策を示していただきたいです、うん、ツイッターの岸田ボックスには、うん、財務省の犬財務省のポチと言われていますが <laughs>、はい、ご存知ですかといったような声も届いておりますはい、えー、貴重なご指摘ありがとうございますご指摘はまあ謙虚に受け止めますが、まあ、正直言ってなんでだろうかなと <laughs> まあ自分自身は首をかしげているまあこれが正直なところです例えばこの経済対策についても私はあの去年の夏場で自民党の政調会長やってましたけれどその去年の 前半だけで2回にわたって大型の経済対策を組んで合わせて100兆円を超える 大きな経済対そうですね歴代最大規模を使った、ねうん、成長が、はい、去年は前半だけで100兆円ドン、はいね、とこの出す経済対策を組んだ、はい、もう財務省から大変この厳しい目で見られた、はい、まあそういった権限があるんで、まあ、先ほどの話しっかり受け止めますが、まあ、あのどうしてかなとちょっと正直には思っております。